今10時ですね。先ほどの、北部に出てるだけで何も分からないですね。そして、富士山の姿はここに、先ほどとあまり変わってないけどね、こういう感じで江ノ島の遥か左から出てきますね。そして少し北風が吹いてまいりました。これがちょっと小さくなってきているかな、流れてないんじゃないかな。材木座寿司マリナ、そこにね見えます。そして今日は早間でこんなにたくさん、これが寿司マリナですね。そして早間がこちらの方ですね。ヨットがたくさん出ていますね。そういう感じです。お魚は一向に遊べてませんが、まあ釣れなくても一人で海で遊んでればいいし、ね、魚は魚がね、はい、今11時前ですね。今日はもうこれで終わります。一回だけ引いて大きなトラフグが怖がっただけで、それ以外では全く引きませんでしたね。沖合に行ってあったんですね。沖合に行ってサビキでコマセバイトやったんですが、ちょっとポイントがね外れちゃったのか分かりませんでしたね。これぐらいです。富士山が江ノ島の少し上の方にね、今帰ってから、だいぶ戻ってまいりましたからね。こういう場合ですね。今日は暖かいですよ。今日は暖かい、こういう具合でね、キラキラ海でね、冬のカヌーっていうのもね、暖かいしね、海も暖かいし、風さえなければ非常に快適ですね。冬のカヌーの方が快適ですね、はい。空もこういう感じでね、素晴らしい。まあ堪能しました。魚は釣れなくてもよし、ビデオが撮れればよしなんだけど、今日はどうもビデオの